今ですね、フランスのパリにいます。でパリのバスティーユ広場、バスティーユ広場ですね、今いるところです。バスティーユ広場の周辺に今宿とってですね泊まっているところなので、まあ、ここはもう何回も来てるんですけどね。で今バスティーユ広場のこの塔があります。でこれに関してはですね、バスティーユ広場1700年代終わりにですね、市民がその王政に対してね範囲を広がしてですね、で、戦った場所です。市民がね、で結局多くの市民がねそこで捕まって処刑された場所なんですけどね、まあ、ちょっと暗いところなんですけど、パリの市民がというかね、まあ、ただ最近はこの辺り周辺ねレストランができてきてるんでね、そういったイメージが払拭されてるみたいですけどね、この辺り結構本当にレストラン多いです。安いレストランなんかも結構多いんで、まあ、皆さんもね、ぜひともこの辺泊まるのであればバスティーユ広場、まあ、これが目印ですからね、この辺来てレストラン探すといいと思います。結構多いですよ、インディアナ、インド料理でしたかな、そこインディアナってことか、インドじゃないのか、インディアナ、インドシナ半島の旧植民地のフランスのベトナムとかラオスとカンボジアのあたりのことを言ってるのかな。